はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはこちらはバルナック用のレンズですね。 L マウントタイプのレンズの、こちらはエルマー 5cm F3.5 になります。で、こちらがメッキのタイプがニッケルタイプのニッケルエルマーとなっております。はい、でこちらリアのレンズキャップ付属します。ニッケルタイプはこのレンズにねコーティングがないタイプになっております。はい、ではまず外観から見ていきましょう。まずはフロントのこの辺の縁の欠けとか歪みとかはないですね。実際にね、あの純正のレンズカバーをあの装着しましたが特に問題なく装着できました。はい、あと共同部分は、まあ、ちょっとねそれはありますけどこの大きなメッキとかの剥がれとかはなさそうです。この辺とあとマウント部分とかは特に問題ないですね。まあ年相応って感じの状態ですね。はい、コーティングがないのでまあ白黒のフィルムの時代なんで、まあ、白黒撮るにはね本当にいい描写をしてくれますしカラーだとねちょっと物足りない感じがあるかもしれないですがけど逆にそれがねかえって面白い描写をしてくれるかもしれませんので、まあ、まあその辺は好みですけど、まあ、今のレンズのようなあのかっちり感はありませんので、まあ、フィルムらしい描写にはなってくれますのでそういうのがいいという方にはおすすめではないでしょうか。はい、あとこちらは当店で整備済みで整備内容としては絞りの羽の清掃ですね。あと絞り感もこちら清掃してますので非常にスムーズに動いてくれます。あとグリスも塗ってますので非常にスムーズです。はい、あとはこちらのヘリコイドグリスの交換ですね。で、この硬すぎず重すぎず硬すぎず軽すぎずですね問題なく動いてくれます。あとロックもしっかり無限のロックもパッチリと決まってくれます。振動も問題ありません。あと光学系の軽く清掃しておりまして、あの特にね、まあ、吹き傷はねやっぱり古いレンズなんで少しはありますけど特に見にくくなるような白っぽくなるような感じではありません。あと中もね若干やっぱ多少の曇りはありますけど特にねあの巡航などで撮影した時には特に影響の及ぼすようなカビとか強い曇りとかゴミとかありませんので、あのしっかりエルマーの性能を発揮してくれると思います。はい、はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。エルマー 5cm F3.5 ニッケルの紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。